中峰のストイックお笑いクイズランド。今日はですね、やっぱ2人にそのお笑いをねストイックにやるにあたって、はい、やっぱりこの頭をね、もう回転を良くしてあげたいなと。いやもうね、評判でお笑いクイズランドが、はい、水曜日のダウンタウンのね、そうスペシャルもね、マニアッククイズ王ってやるってなって、はいはい、出る側じゃなくてもう作る側に回ったから、作家側で回ってるわけですね。すごい、俺が作ったクイズで何百名の人たちが、はい、あの返されてたから。あ、なるほど、まあ、すごい。じゃあチェクターからいってみましょう。はいはい、わかりました。1分間で言えるだけイエクイズ。私が今からお題を言いますので、はいはい、1分間で、はい、緊張する、はい、まあ、15、はい、15言えたらクリアですね、はい、で別にあなたの知らないことではなくて知ってることの中から出しますんで、はい、1分間でございますから、ね、私が分かります、はい、お笑いコンビ、はい、いろんなのがいますね、はい、まあピンじゃなきゃいいです、トリオとかでも、はいはいはい、んがつく、はい、グループ名、はい、1分間で言えるだけ用意スタート、はい、ダウンタウン、ダウンタウン、うっちゃんなんちゃん、うっちゃんなんちゃん、ちくわマン、ちくわマン、あれピンだからダメ、3人目でもうタイムマシーン3号さん、はい、入ってる、うん、入ってるよ。10秒経過、タカンドトシさん、ああ入ってる、ピンクの電話さん、ピンクの電話入ってる、いや、さんつけなくて怒れないよ誰も。はい、トミーズ。すみません。入ってない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 し。サンドイッチマン。あ、入ってる。お、27秒。30秒。まずいペースよ。やばい。トミーズ。トミーズ入ってないだから。トミーズ入ってない。2月くのもっといっぱいいるだろう。あるよ、もう。赤飯チャーハン。まあ、知らんけど、そいついるんだったらいいよ。早く、あと10秒、まだ7よ、8、鉄アンドトモ入ってる、5、アンドだ、アンド、アンドや、そう、アンド、3、2、1、終了、アンド、アンドだ、アンドだじゃないの、アンドなんですよ、アンドも出てきてないじゃないの、タカアンドと全然じゃん、いや、全然いるよ、まだまだ、例えば、例えば、うっちゃんなんじゃとか言ってなかった、うっちゃんなんじゃ言ってた、最初に、言いました、トンネルズ行った、あ、トンネルズ行ってない、そうだ。ナインティナインとか見てない、ロンドンブーツ行ってない、極楽トンボとか、そうあるのに、トミーズは入ってないですもんね、入ってない、だから結局うがつくやつを言いなさいって言ったら、うがつかないやつばっかり出てきたでしょ、出てきました、うがつかないグループ名1分間で言えるだけ言え、よーいスタート、トミーズ、トミーズ1、こうなるとさっき思いついたの言っていいんだよ、はい、あ、そうですね。増田岡田。増田岡田。中川家。中川家。ザブングル。ザブングル。あ、入ってる。さっき言えばよかったのに。うわ、こうなって難しい。ハライチ。ハライチ入ってないよ。そう、もっと身近なソニーのやつとか。あ、バカよ、あなたは。バカよ、あなたは入ってないよ。はい、トミズ言いましたよね。はい、26秒ですよ。27秒。いや、いるんです。錦鯉さん。錦鯉さんも入ってない。そう、身近から、身近から。はいはい。33秒。ブラックマヨネーズ入ってない、チュートリアル入ってない、おお、8、笑い飯、笑い飯入ってない、千鳥、千鳥入ってない、いいよ、10いった、あと5、15秒前、はい、駆け抜けて軽トラ、ああ入ってない、すごい、すごい、もう末期だ、末期だ、駆け抜ける軽トラ出たら、もういいです、はい、5、4、霜降り明星入ってない、2、1、はい、終了、惜しい、惜しい、12、まあでも落第点ですよ、最後のトミーズは、トミーズ最初に言っただろお前、すいません、何回言うんだよトミーズ、すいません、キノコのサラダでしょ、ああそうか、自分も入ってないじゃん、いやこれでもいざやったら難しいですね、そういうことなんですよ、ただ別に今考えたら出てくるんですよ、ただ自分の中からどう検索するか、今あなたは使ってない脳みそ使いましたよ、使いました、そうか、いざやれと言われた時のその頭の回転力ってことですね、そういうことです、タイムショックみたいな、クイズといってもそういうことです、タイムショックみたいに慌てて知ってるのになんだっけっていう、ああなるほど、きっかけでもないですか、確かにその能力必要ですもんね、知ってりゃいいんだよ、なんか呼び捨てにしていいって言われた瞬間に飛びつって言いたい、なんで呼び捨てにしたくなっちゃったなんかダメっていうのが強すぎて、いや大阪のね大御所とかもいっぱい、あでも今考えたらどんどん出てきますね、そうだよ、難しい、パラオ行きましょう、グループ名、はい、基本カタカナじゃないですか、大体そうですよね、バカヨは漢字が入ってるじゃないですか、あ入ってます、だからカタカナが入っててもいいんで、うん、漢字が入ってるグループ名、うん、言えるだけ言え、よーいスタート、霜降り明星入ってる
や、嘘だろ。嘘だろ。持ってるよね。います、います。行ったやつでもいいんだよ。三日月マンハッタン。ああ、いいですね。ありがたい、ありがたい、素晴らしい。そういうことよ、そういうこと。あと10秒経過。虹の黄昏。虹の黄昏、いいよ、いいよ。錦鯉。錦鯉、そう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 。もっと。千鳥。千鳥もそうよ。そしたらもう出てくるでしょ、20秒。出てくる、出てくる。五段わけないよな。中田大丸ラケット。あ、中田ね。中田でオッケー。夢二愛し君恋し。夢二でオッケー、オッケー。オール阪神巨人。オール阪神巨人、オッケー、オッケー。8来た来た33秒。このペースだったらいけるよ、15。明日、純子博士。オッケー、オッケー、オッケー。その辺でもいい。全然いいんだよ。なんで割れてまうやろ。はい、40秒。横山康志、西川清志。いいよ、いいよ、いいよ。10いった、10いった。新助龍介。うん、素晴らしい、11。はい、あと10秒。あとちょっと。あと4いけ。はい。5! お !4! 勝てる !3! 旗ヨーク。旗ヨークは一人だけどね。1-0! 終了落第点 !11! 嘘 !11 です。2、30個いってるでしょ、今。いってないです。旗ヨークは入らないし。だって、千鳥さんまで行ったんだったらさ。まあ、笑い飯さん。笑い飯さんとか、キリン。あ、そう。今さ、知らないよ。行った行った行った。とんでもない。行かなかったよね。とんでもない勝ち方しよう。残ってんだよ。行った行った行った。残ってる。言うてないですよ。ちょっとなんか、圧かけてくる感じが。そうなんです、そうなんです。やめてください、そんなんか。そうなんです。今、はいはいはい、はい、みたいな感じでやめてよ、ほんと。いやいや、やっぱね。一回だから問題出したら消えてください。なんだよ、それ。なんで、これ後で、後でなんで俺再生して確認しなきゃね。消えてたかな、じゃないんだよ。この場でやらせてくれよ。生なんだよ。わかりました。ちょっともう一回調整させてください。行きますよ。グループ名に今は漢字でしたけれども。まあ、表記ですね、表記。伸ばし棒。伸ばし。伸ばし棒が入ってる人。言えるだけ、用意、スタート。明日、純子博士。入ってねえよ、なんでそこ好き純子じゃねえんだから。トミーズ。トミーズだよ、そう、トミーズ。言いだじゃないんだよ。だって、言いたかったな、じゃないんだよ。はい、10秒。難しかったかな。10個くらい言ってほしいね、せめて。U ビーム。いや、ピンだからダメ。ピンで探すのうまい。モグライダー。モグライダー、そうよ。そうそうそう、近場から。でも結構いる。いるでしょ、はい、そうだよ、大体ついてんだから。この間ライブで会った人とか思い出して。はい、30秒。30秒、これはひどいぞ。もっといるいる。M1 とか、キングオブコントとか。思い出して。ああ、いる。売れてる人とかもいっぱいいる。はい、2なわけないんだよ。さっきの顔、さっきの顔、つながりがおかしくなる。こっちが先に流れるかもわからんのに。伸ばしてもいいですか ?50 秒。います、います。結構いますね。そうっちゃいるんだよ。そうっす。そうっすってやつ近場近いるの知らん。いるの知らん。3、2、ソーセージ。ソーセージーはい、終了。ソーセージで終了です。あ3。いない、もういない、もういない。ブラックマヨネーズ。いやいやいや。フットボールアワー。いやいやいや。ウーマンラッシュ。じゃあ私が、名字を2つ言いますので、はい。早押しです。うわ。コンビ名を答えよう。名字を2つ?はい。ああ、なるほどね。松本と浜田はダウンタウン。そういうことです。そういうことか。松本と西川。レギュラー。レギュラー。はい。ジェクタが早かったです。ジェクタが早かった。くすわ。怖い。松本と吉田。TIM。正解。おぉ。早い。早いですね。そういうことです。名前言いますよ、名前。名前2つ。はい。高志と司。トレンディエンジェル。正解。おぉ、ええ。早いです。難しい。たかしとりゅういち。ブラックマヨネーズ。早い。よし。いい勝負ですよ。はい、ああ、なるほど。ケンとマサ早く言ってください。いや、待つな。言わないよ。仕掛けて待つな。じゃあ、はい、ケンとカズヤ。カズヤ。タッチ。あれは、カズヤのタクヤ。ケンとカズヤです。カズヤ。知ってるはずだ。人力車。ケンとカズヤ。ケンとカズヤ。ケン。ケン。ケンとカズヤ。アンジャッシュ。正解。ああ。すごい。渡部健さんと小島和也さんですね。ああ、そうですね。そうか、そうか。そういうことです。面白い。こういうね、あんまり使ってないのを使うと、はい、やっぱりそのクイズっていうのは答えがわからないと。シュンとなっちゃうから、はいはい、知ってるのになんだっけってみんなで、ね、で言われた時にああ、はい、それだって言った時にこうなんか出ますからこう、はいはい、確かにこれでもいいですね、面白いじゃないですか、はい、これがですね2019年の12月30日に恵比寿の離れ、はい、そして、2020年の1月5日に、新宿バティオスで9時半から、うん、ありますのでぜひよかったら遊びに来てくださいというね
なるほどね、そういう告知のやつだったんですね、はい、なるほど、これね、じゃあこの動画を来年の3月ぐらいに上げますから、ね、いやいやいや、終わってんじゃないか終わってんじゃないか、これ年内に、パニックなんで年内に出すよ、年内にね、このいつかね、大クイズランドで、大クイズランド、大ストイッククイズランドをやりたい、そうね、はい、こっからどんどん広げていきましょう、広げていきましょう、行きましょう、はい、遊びに来てね、みんなも遊んでね、やってね、すごい、ほら、指が長いでしょ、すごい